株式会社コメダは、愛知県名古屋市に本社を置く、喫茶店チェーン、コーヒーショ、コメダコーヒー店などを展開している日本の企業である。本校では、持ち株会社である、株式会社コメダホールディングスについても記述する。2014年3月31日に閉店した第1号店に、当たる菊井店1968年1月に、創業者、加藤太郎が、 名古屋市で米田コーヒー店を開店。米田の名称は創業者の家業が米屋で米屋の太郎にちなむものである。もともと個人で経営していた喫茶店だったが1970年からフランチャイズ展開を開始し1975年8月に法人として株式会社米田コーヒー店を設立。1993年4月に フランチャイズチェーン運営を目的として、株式会社コメダを設立した。コメダコーヒー店のフランチャイズ展開を推し進める、一方で、様々な実験店舗も展開している。2014年11月28日に、株式会社コメダを、株式移転、完全子会社とする単独株式移転により、持ち株会社である、株式会社コメダホールディングスが設立されている。 なお、2016年6月29日に、米田 HD が、東京証券取引所市場第一部に上場した。2021年2月末現在、コーヒー所、米田コーヒー店899店舗と、和風喫茶の、甘味喫茶おかげ案11店舗を展開している。さらに新しい業務形態として、オリジナルのコッペパンを販売する。 米田金製柔らか白コッペを2店舗、ベーカリー型店舗、石窯パン工房アデモックを、沖縄県、ハエバルに1店舗、新業態の喫茶店、米田イズを、東京、東銀座に1店舗展開している。過去に、高級喫茶器ちっを展開していたが、2013年2月28日に、閉店した。また、米田発のセルフサービス型店舗、米田スタンドを展開していたが、 2020年8月末までに閉店している。フランチャイズ契約の要点と外説の遠隔などによる。コーヒーショ、米田コーヒー店は同社が展開している喫茶店チェーンであり主力業態の一つである。店舗は愛知県を中心に899店舗を展開しているが直営店舗は33店舗のみで、 現地のフランチャイズ会社に委託する形態が主である。また、トミナント的な店舗展開を行っているのも特徴である。長年東海地方のみで店舗展開を行ってきたが、2003年の関東地方を皮切りに全国展開を始め、2019年6月7日の青森県1号店オープンにより全都道府県への出店を達成した。 2016年4月には中華人民共和国社海廃止に海外第1号店をオープンした。2012年には公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会による顧客満足度調査においてカフェ部門の第1位を獲得している。フランチャイズながら厳密なマニュアルがあるわけではなく本部による 最低限の指導は行われているもののオーナーの裁量となる部分が大きいのでメニューやサービスなどは店舗や地域によって多少の違いがあることがある。店の目印は黒字にオレンジ色の文字の看板である。これは日展表議員でもある書家の樽本樹ンが書いたもので創業者が樽本の教え子だった関係で依頼されたものである。なお、 コメダのマークのおじさんは、常連のデザイン学校生から依頼されて誕生したもので、中世のヨーロッパの紳士がコーヒーを飲んでいる姿をデザインしたものである。内装は木材や漆喰、レンガを多用している。椅子も木製である。これは店内を一望した時に、視野に占める木肌の比率が4割以上だと人間が落ち着きを。 感じるという建築業界の経験則に基づいている。客の開放的な気分とプライバシーを両立できるよう、天井とパーティションを高めに設計し、普段の生活の延長として来店する常連客を増やす戦略をとっている。基本的に一部を除き、コーヒーを店舗では抽出せず、自社工場で抽出したものを配達して加熱して提供しているため、 店舗による味のばらつきは最低限に抑えられている。これにより、厨房スペースなども抑えて効率を上げているという。パンも一部地域を除いて自社製造のものが提供されている。郊外店舗には広い駐車場が付属していることが多く、店内はログハウス調のゆったりとした作りで自由に読める雑誌や新聞が店内に多数用意されている。 コーヒーそのものの味を楽しむことを主眼に置いた最近のカフェ店スタイルとは違い昔ながらの喫茶店に近い雰囲気と言える店では中京式とも言われるサービスを提供している開店から午前11時まではドリンクを注文すると追加料金なしでトーストとゆで卵か卵サラダか小倉あんがつくモーニングサービスを提供しておりそれ以外の時間に コーヒー等のドリンク類を注文すると豆菓子などのお茶菓子がおまけでついてくる。ちなみに米田の本拠地である中京地方は全国屈指の喫茶店激戦区であるためこういったサービスは珍しくない。またコーヒーチケットを導入しておりチケットのみで20種類の商品から選択して注文可能であるほかコーヒーチケットプラス100円でたっぷりサイズ米黒。 プレミアムコーヒーソフィア、イを注文することができる。なお、創業者の実家が米屋なのにもかかわらず、一般的な喫茶店としては珍しく、カレーライスやピラフといった米飯がメニューが存在しない。開業当初からの独特のスタイルを守り続けている。一方、ユニークなメニューを発明し提供している。コーヒーコーヒーデザートスナック類、ドリンクオ皿ザラ。 サラダ過去に存在したメニュー甘味喫茶おかげ案。甘味喫茶おかげ案は、株式会社米田が運営する和風喫茶店チェーン。米田コーヒー店の姉妹ブランドである。店舗は2021年5月現在、名古屋市に6店舗、長久手市に1店舗、東京都世田谷区に1店舗、神奈川県横浜市に2店舗、大和市に1店舗の、計11店が存在する。 甘味喫茶を歌っているものの、甘味以外にも各種フード、ドリンク、デザートとメニューは多岐にわたる。米田コーヒー店と同じブレンドコーヒーを中心とする喫茶店メニューと甘味ところメニュー、および和洋のいいとこ取りをしたオリジナルメニューで構成される。ドリンクとしては、コーヒーやカフェオレ、クリームコーヒー、紅茶、ココア等のほか、グリーンティー、グリーンティフロート、 抹茶オーレ、抹茶、シェイクなど抹茶系オリジナルドリンクを揃えている。抹茶や煎茶といった日本茶も提供している。きな粉を使ったきな粉オーレなど、米田コーヒー店にもないユニークなオリジナルドリンクも存在。フードで人気なのは、レトロスパゲッティで、熱々の鉄板に流し込まれた溶き卵にナポリタンを、絡め、これにパルメザンチーズや、 タバスコウスターソースをお好みでかけて食べるものである。この他のフードメニューとしては、カレーうどん、うどん、そば、力うどん、力そば、雑煮、雑炊、おにぎり、焼茶漬け等を揃えている。デザートとしては、ぜんざいやあんみつ、三つ豆、わらび餅といった和のデザートがある。また、パフェや各種のトッピングと味の組み合わせが楽しめる、ソフトクリーム。 抹茶寒天ソフトという和洋折衷の独自のデザートもある。おかげあん特選おもてなしパフェは抹茶スムージーに手作り抹茶寒天ゼリー、抹茶アイス、わらび餅、白玉等のオリジナル特製素材がふんだんに盛り込まれたパフェだが、他にも隠し味の仕掛けや黒蜜ときな粉を好みで自由にトッピングして食べられるなどユニークな要素が多く、新発売以降話題となっている。 さらに、お茶の子と呼ばれる、季節ごとの和菓子やユニーク茶菓子、コーヒーにも抹茶にも合う菓子など、常時数種類のお菓子を備えている。また、一年中を通して、かき氷を提供している。人気のデザートは、米田コーヒー店でも白のワールだが、米田コーヒー店で使用する、ソフトクリームとは異なった、乳脂肪分が多いものを使用しているほか、 米田コーヒー店では提供されない抹茶ソフトクリーム、抹茶とバニラの両方を楽しめるミックスソフトクリームを提供している。白のールに黒蜜をかけて食べられる点も米田、コーヒー店にない事柄である。また、コロン、パンシリーズとして、ふわふわの抹茶パンにあんこをつけて食べる抹茶コロンパンや、黒糖コロンパン、季節に応じて桜コロンパンなど、茶菓子にも食事にもなり、 コーヒーにも抹茶にも合うオリジナルのパンが展開されている。この他、焼き台を使い、卓上で自分で好みに焼いて食べることが、できる磯そべ餅や醤油団子、きなこ団子、あんこ団子、味のバラエティのある団子三昧といった焼き物メニューが、個性の一つとなっている。セットメニューとして、甘味ラインアップから2種を選べる、ダブル甘味セット、各種ドリンクと選べる、 甘みのドリンクセット、うどん、蕎麦等と甘みのお食事セット、ハーフサイズのかき氷とドリンクのハーフ氷セット、といった各種の多様な選択肢がある、セットメニューを提供している。モーニングサービスとして、ドリンク料金のみを支払えば、ドリンクに、トーストと卵が付いてくる、米田コーヒー店と同様のサービスのほか、トーストと卵の代わりにコロン、パンとアンコの組み合わせ、 または、煎茶や抹茶とお茶の子各種から一品の組み合わせの3パターンの中から選ぶことができる。石窯パン工房アデモックは、株式会社コメダが運営するベーカリー型の店舗。2019年10月に1号店のハエバル店が、沖縄県ハエバル町にオープンした。店名のアデモックは、コメダを逆さに呼んだもの。販売するパンは、生地作りから、 焼き上げまでを一貫して行うスクラッチ方式によって作られており、焼き上げにはスペイン製の石窯を使用している。店内にはイートインスペースが用意されており、パンの他にセルフサービスのコーヒーも販売している。なお、ハエバル店は沖縄県内の米田コーヒー店にパンを供給する、パン工場としての役割も担っている。メダイズは株式会社メダが運営する。 プラントベースの原材料を100%使用する新業態ブランドの店舗。2020年7月15日に1号店の東銀座店が東京東銀座にオープンした。店舗名のは米田で過ごす時間にお客様が感じる魅力や価値を表している。高級喫茶器ち茶は株式会社米田が実験的店舗として直営していた高級志向の喫茶店。 米田コーヒー店本店に隣接して2005年2月にオープン。2013年2月28日閉店。小学生以下は入店できなかった。当初は靴を玄関で預けていたが、後に靴のまま上がるようになった。接客係がテーブル席へ案内したが、基本的に客が好きな席を選ぶことができた。全席、様々なソファ席になっており、 好みのソファーで静かにくつろぐことができた。コーヒー一杯1200円より各種、コメダホールディングスに関するカテゴリー、ありがとうございます。